はーいお疲れ様ですもとみつです言論プラットフォームの方のチャンネルになります 今回のお話なんですけど、あやナンさんの大炎上に関するお話なんですけど、あやナンさんといえば、一番最新で元光もお話した通り、滝沢ガレスさんからのね、逆襲を受けてるぞーっていう風な話があったんですけど、その後、4日間、5日間ぐらい、もう音沙汰がないんですよね。え、あやナンさん、滝沢ガレスさんを抹殺宣言して喧嘩打って、 出たのに、完全敗北してしまうっていうような、そんなお話なんですよね。もう、ぐうの音も出なくなっちゃったみたいなんで、今回その件を見ていこうと思うんですけど、あと、それに伴いですね、なんかね、最近のツイートをね、えー、追消ししたりもしてるみたいなんですよね。まあ、これも都合が悪くなったんじゃねえのかっていうのが言われてるんで、その件もね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、現在大炎上している、あやなんさんなんですけど、まあ、 アヤナさんといえば、否定的な意見だとか、批判的なね、意見に関しては、もう真っ向から反論して、いや、それは違うっていう風にね、SNS で返してたわけなんですけど、例えばね、こんな感じ。えー、最初は、滝沢ガルスさんにディズニーデートを不倫してんじゃねえのか、ということで、画像が流出して、滝沢ガルスさんに暴露されてたんですけど、その時も、ふざけんなーってアヤナさんぶち切れてて、あと、不倫相手でもなければ、お互い逃げも隠れ もしていませんのでぜひ投稿し直してください情報弱者すぎてかわいそうなガレスさん はとりあえず無許可で罪のない私の大事な彼を晒しているので社会的に抹殺します彼その中身は何人かいるらしいがアカウントごと潰しますということで抹殺宣言まあもう脅しみたいなことを言ってですねかつまあそれを否定してたわけなんですよねあれは不倫じゃねえんだよっていうことをね言ったりだとか他にもいろいろ反論してたんですよねまあこちらとかはいろんな批判の意見に対して夫婦でやってること変わらないのにあやなんだけ二度 ちょっと母親を名乗るなだの子供がかわいそうだのを盛大に叩かれる反面柴生は家族のことなので応援してますゆっくり療養してねと見事に擁護されるのすっげえよく調べもせず深く考えもせずに薄い見解性能っぽい言葉遣いで述べてるやつらも掃除で脳みそすべすべなんだろうでってお前ら何もわかってねーっていうのを反論したりだとか、えー、他にはあやなんセカパってホストだからただの営業だぜっていうのをねいろいろ突っ込まれた 時はえセカパは私が本命だよみたいな感じで、まあ、反論してたりだとか他には今回の本題に関することなんですけどナンさんのセカンドパートナーの人がです、ね、元会社のお金を盗んでたぞみたいなタレコミ入ってるよってガラスさんがね暴露してた話に関してもはっきりと否定してたんですよね速攻でアナンのセカパは職場のお金窃盗した説っていうのを見たけど2つとも全 全くの嘘をでたらめだけど、これが SNS で大人気の集団を敵に回した女の末路ってことって、全く嘘だぞっていうのをね、これも反論してたわけなんですよ。しかしですね、最終的に、まあ、これに対してね、滝沢ガルサがリプライを返すんですよね。こんな感じで、もっと詳しく <laughs> 返して,ててね、まあ、もともと喧嘩売っちゃってるからね、滝沢ガルサに抹殺するぞぐらいまで。で、ガルサが逆襲してて、こんにちは、大切なセカパセカのパートナーをかわいたい気持ちはわかりますが、 セカンドパートナーの過去の行いに綾菜さんは無関係なので無理にかばう必要はないと思いますよって本人許可を得たので DM で関係者の連絡先をお伝えしましょうか滝沢はすでに取材済みですがセカンドパートナーとは非常に近しい関係の方でしたので少なくとも勤務先から500万元カノからも600万を取った話過去に恐喝で逮捕された話なども聞かせてもらえると思いますよってめちゃめちゃ具体的 にえー、こうやって暴露し始めるんでね、こんな逆襲を受けてから、あやなんさん、これ15日の話なんですけど、もう、えー、17日とかだよね。だから、あやなんさん全然返してないんですよ。これ13日で止まってるんですよね。ここから発信しなくなっちゃってるんですよ。でね、まあ、YouTube の方の動画ももちろん上がってないですし、TikTok やインスタとかも、 どん,どん更新されてないみたいいなんですよねいつもやってたライブ配信もやってないみたいなんですよでその代わりなんかツイートを速攻で削除したものがあるぞっていうことなんですけどえ恥ずかしすぎてこれ消したんですかってこういうのをねえ間に挟んでたみたいなんですよねあやなんさんのツイートで現実世界でいくら義理人情を大切に礼儀正しく人に愛を持って接していても SNS で感情的になった瞬間気違い扱い逆に 現実世界でで人ををを傷つけててて悪いことをししもそれを隠 SNS 上でうまく立ち回れれるる人が人が気者になれる世界っっててことねーってまあここまで裏表のない直球ドストレートの人間他にいないと思うしあやなんというアカウントは今確実に SNS に必要だと思ってるのでまだまだやめませんよーっていうような宣言をしてるんですけどなぜかこれを削除しちゃってるんですよねちなみにこのツイートっていうのがこのスクショにもある通り11月13日のもの 在はこの人も突っ込んでる通り「失言の取り消しや編集ができない」「しても無駄な SNS や生配信はモラル皆無の綾やさんには無理ですよ」って「おとなしくいい部分だけ見せれる動画配信だけやっててください」「いい部分はあるのか知らんけど」っていう風に突っ込まれてて「現実世界の義理人情を大切にしてる」って発信してるわけなんですけどこの間もこれこれさんにしわゆりさんを落とし入れるようなそんな心 大ね、要求しししててたたりまよね本当に現実世界で義理人情大切にしてんですかっていうようなそんな感じもするんですけどまたもう一つね滝沢ガルスさんのセカパのそのね過去の話に関しての暴露についても同じことが言えますよね義理人情大切にしてるのか本当にって、まあ、この暴露が本当だったらセカンドパートナーは義理人情ないみたいになっちゃいますからね、まあ、だから削除したのか理由はわかんないんですけどなぜかね ツイートを削除してるわけなんですよこれだけ言いたい放題言ってるのに途中でツイート削除しちゃうんですよ、まあ、削除には何か理由があったんじゃないのかなと思いますとはいえですねもう音信不通状態なんでこんな感じで全然更新されてないんで滝沢ガルサをね抹殺宣言とかして喧嘩売ってたのに今完全敗北で逃亡しちゃってる状態なんですよねもうコテンパンにやられてるんですけどネットの意見を見ていこうと思いますこちらね綾完全敗北なのです スカーっていやもうこれ旗から見てたら完全敗北だよねとか他にはまさか本命の大切なセカパと揉めてるのかなーってあれ本当なのーみたいな感じで揉めてるんじゃねーってまさかねセカパも認知してる一般な 一般的に理解できないぶっ飛び家族なんだから、ホストであろうとも、ヌスットであろうとも、愛があれば問題ないよねーって、あやなさんそんなの関係ないよねーって、むしろその方がぶっ飛んでて、あやならしくていいと思いますよ、みたいなことがね、言われてたりだとか、他には、もう敵は SNS で大人気の集団ではなく、ガレソですよーって、これって東海オンエアさんのことだけど、えー、敵は東海オンエアではなく、もはや今ガレソが敵だぞーって、まあ抹殺する。 するとか言って。 ままあ、で戦ししてましたからねそれガレスさんも手を緩めないですよねもう。ボッコボコにされてるんですけど。他には綾菜の反撃がないぞって。どうやらガチだったらしいぞこれは。って。まあそう思っちゃいますよね。だっていつもだったらそこであれは違う。あれは違うぞって反論してるのになんか今回反論しないんですよ。芝ユも綾菜も子供のたちのことを一番に考えているならセクパはもう追い出したよなって。セカパはもう追い出した方がいい。 そんな意見もあったり他には「セカパの件は綾菜は無関係だからこれ以上追い詰めるのは本当にかわいそうだからやめてあげてガレスさん」ってそうは思うんだけどまあ、確かにそうだね。まあ、セカパの過去の話っていうのは綾菜さんは別に関係ないからね知らなかっただろうしでもこれは知っておいた方が自衛のために絶対いいのではと混乱と。 あーまあま確かにね。まあ、これを実際知っておくことが、なんさんにとってプラスになるんじゃないのかということで、うん、どうだなっていう、まあ、複雑な思いなんでしょうね、この人も。こちら、家、させていただきますね。とか、他にはこちらね、あやなん義理人情を大切にしてきたって主張してたのにって、まあ、さっきの削除してたツイートですよね。義理人情を大切にしてきたって主張してたのに、しばゆう落とを入れようと、これこれに密告、しかも匿名希望とか、医療従事者の苦労を踏みにじる謝罪 撤回を盛大に指摘され追消しそそもそも義理人情あこれが理由だったのこれが理由だったのかなこの2つが。そもそもギリ人情を通す人はワンライトした相手の親友と付き合わないぞーって徹底的に突っ込まれまくってるんですよ。ギリ人情を大切にしてきた。よく言えるなーみたいなことをこの間これこれさんに暴露されてたとこだからね。僕ちゃんもいいねさせていただきますね。まあ、ということで今回はアヤランさん、滝沢漁さんに宣戦布告してたのに完全に 敗北して逃亡してる模様っていうようなそんなお話でしたしかもツイート削除もしたりしてるみたいなんですよねということで今回のお話は以上です皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元々のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました